プレイ中のスワンプサッカー選手、スワンプサッカーは沼地や湿地で行われるサッカーの一種である。その性格から日本ではドロンコサッカーと呼ばれることもある。このスポーツはイングランド北東部のビショップ・オークランドにルーツがあるとされ、当初は運動選手や兵士の訓練として行われていたが、1998年に初めて組織化されたフィンランド選手権が開催された。 フィンランドにスワンプサッカーを紹介し、ドロンコ男爵と呼ばれたアッキー・ベイナンの立案であった。世界中には260ものスワンプサッカーチームが存在するとされる。2000年にはフィンランドのヒュリンサルミにあるベリスウシッチで初の世界選手権が開催され、それ以来毎年当地で世界選手権が開催されている。2005年の世界選手権には、 各国から5000人もの選手が参加した。欧州選手権はイングランドダラムのニュートン・エイクリフで開催されている。2008年のダヌーン競技会は近隣のストレイチャーに場所を変え、名称も新スコットランド選手権となった。43のチームが大会に出場し、3日間にわたって開催された。男子の部の優勝はチームランボース、男女混成の部の優勝は ベルギーのデローでマダージュイベルズであった。日本では長野県にいなしの急行電を活用した全国大会ドロカップが2006年に初開催され、毎年晩夏に開催されているが、2011年大会は台風接近により中止となった。この大会独自のルールとして、試合時間が前後半なしの5分間であること、選手が5人であることなどが挙げられる。以下が、 標準的なスワンプサッカーのルールであるが、競技者やグラウンドによって変更されることもある。ありがとうございます。